伊川ダム。伊川ダムは、静岡県静岡市青井区カ川、ダム竣工当時は伊川、村地崎、一級水系大井川本川上流部に建設されたダムである。1906年、明治39年に設立された、日英水力電気を原点として開始された、大井川の水力発電開発は、その後大井川電力によって、 大井川本川や須又川のダム式発電所建設に発展していった。1938年、昭和14年電力国家統制によって、日本発送電がすべての施設を強制的に接収したが、戦後連合国軍最高司令官総司令部の過度経済力集中排除法に指定された日本発送電は、1951年、 昭和26年の電力事業再編例により、全国旧電力会社に再編。田代ダムを除く大井川水系の全発電施設は、中部電力に移管された。当時は、全国的に電力不足が問題化していたが、朝鮮戦争による特殊景気で工場生産が活発化したこともあって、さらに電力需要が逼迫していた。このため電源開発は、国策として、 強力に推進されており、電力会社は全国の主要河川において競って水力発電事業を推進していた。中部電力も飛騨川や矢作川において水力発電事業を推進していたが、大井川においては大規模なダムを建設して、出力の大きい水力発電所を建設することで、名古屋方面の電力供給を図ろうとした。調査の結果、大井川上流の伊川村地点と、 奥泉地点が注目され、この2地点にダムを建設する計画を1951年より立案した。イ川地点に計画されたのがイ川ダム、直下流の奥泉地点に計画されたのが奥泉ダムである。計画段階でイ川ダムは包み高100メートルを超える大ダムとして計画された。中部電力としては100メートル級のダムは初の試みであり、 その思考法等については GHQ の下部組織である海外技術顧問団の助言を得ることとした。オシーは九州電力の上椎バダム、耳川においてアーチ式、コンクリートダムの思考を助言するなど海外の最新土木技術を日本の思考業者に助言、指導する組織であるイカワダムについては、これまた日本初の試みとなる中空重力式、 コンクリートダムでの思考を提案した。中空重力式、コンクリートダムは重力式、コンクリートダムの一種であるが、停体内部が空洞となっているものである。比較的広い過酷の存在が建設の敵地であるが、以下は地点は、その公適地であった。内部が空洞であるため当時高価だったコンクリートの使用量を抑えることができ、かつ、 基礎地盤との接地面を広く取れることから経済性と安定性に優れる形式であった。だが、有数の地震国である日本において、初の試みとなるために、耐震性や技術的な問題もあったことから、中部電力は、中空重力ダムの建設が盛んだったイタリアに、社員を派遣し、ダムを視察し図面などを入手して、建設の参考とした。こうした経緯を経て、 伊川ダムは高さ103.6メートルの中空重力式コンクリートダムとして施行が開始された。放日する大井川鉄道伊川線を付設して資材を運搬し、昼夜問わず工事を行った。1956年昭和31年に、まず奥泉ダムが完成。そして翌1957年昭和32年。 イカダムが完成し、認可出力6 2 0キロワットの伊川発電所の稼働が開始。中部電力発の大プロジェクトはついに完成へと至った。なお、イカダムは別名イカワゴローダムとも呼ばれる。これは、中部電力の初代社長で、伊川ダム建設の陣頭指揮を取った、井上ゴロのゴロウとものであるが、竣工式の際にダム工事を担当したマグミ、社長、 マン万之助の、フーバーダムのように人命を冠したダムがあっても、いいじゃないかという提案が、きっかけとなっている。これ以降、中空重力ダムは、全国的に執行が行われ、同じ大井川に1962年、昭和37年に完成した畑、定第一ダムは、包み高125.0メートルと、世界最高の包み高を誇った。だが、次第に、 コンクリートの価格が安値になる一方で、施行に手間がかかるため、人手が多くいる中空重力ダムは人件費の高騰が問題となり、通常の重力式、コンクリートダムの方が安価で済むようにいったことから、次第に中空重力ダムの施行は行われなくなり、1974年、昭和49年に新潟県柴田市に完成した内野倉ダム、内野倉川を最後に、 この方式のダムは作られなくなった。現在は、大型、CSG ダムやダム志向の合理化、RCD 工法など事業費を圧縮できる手法が、次々開発されており、今後中空重力ダムが建設されることは、まずないと考えられる。伊川ダム建設については、大井川鉄道伊川線の存在抜きに語ることは、できない。そもそも、 大井川電力の電源開発用資材運搬を目的に1927年昭和2年開通した大井川鉄道、現大井川鉄道は1931年昭和6年には金谷駅先頭駅間 39.5km が開通した。その後大井川アダム建設のために1935年昭和10年に先頭駅と次第駅、現 アップトイチシロ駅間が開通したが、伊川ダム建設に際して、次第より、伊川村西山沢まで延伸する計画が952年、昭和27年に建てられた。1954年、昭和29年、総工費25億5000万円、当時おかけ先頭駅から、伊川駅、東平駅、1971年廃止までの、区間が開通。 ダム建設用の資材や林業用の木材を運搬した。資材運搬専用鉄道ではあったが、貨車の後に客車を連結して、伊川村住民も無料で乗せた。全通以後しばらくは、中部電力が運営していたが、1959年、昭和34年に、大井川鉄道へ経営が移譲され、同年地方鉄道免許を取得した。ただし施設の管理は引き続き、 中部電力が担当し、現在に至る。これ以降、伊川と仙洞を結ぶ、主要幹線鉄道として、さらに節速橋、畑、定大一ダム南アルプス登山のための重要な、ルートとして、多くの観光客が利用している。1990年、平成2年には、長島ダム建設に伴い、アプト式鉄道が導入され、新たな特徴となっている。なお、伊川線は、 毎年3億円近い赤字を出しているが、管理を行う中部電力の特別補助金によって赤字は補填されている。ダム建設に伴って、伊川村の主要集落が水没することとなった。当時伊川村は550個の個数があったが、ダム建設によって、その3分の1以上に及ぶ193個の住居が水没することとなった。主要集落が水没することは、 伊川村の死活問題であり、住民は事業者の中部電力や河川管理者である静岡県に対し、以下の保障三原則に基づく保障の履行を迫った。この伊川村住民の要請は、金銭保障ではなくて、大体地増税による新しい伊川村の創造という保障を求めたものであるが、この要望は当時の静岡県知事、斎藤敏夫によって受け入れられ、 静岡県を通して中部電力に受諾された。これ以降新しい川村の村づくりのための諸事業が行われた。インフラ整備としては、大井川鉄道井川線の旅客利用や、井川大橋の建設、町内の道路整備に加え、住民の悲願であった幹線道路整備として、大日道路の代わりに、井川林道の整備が行われた。 富士見峠を越える新しい道路整備を行ったことにより、静岡市内までの所要時間が6時間以上かかっていたのが2時間以内と大幅に改善された整備前は、口坂本まで徒歩で約3時間も歩かなければならかった。現在は、静岡県道60号南アルプス公園線として、国道362号と接続しており、静岡市内と以下は、畑、定、 南アルプスを結ぶメインルートとなっている。この他宅地造成に加え、公共施設としては、以下は小学校、中学校の移転新築とプールの新設や駐在所の新設、簡易水道整備、祭祀関連では、神社の合資移転や、仮想場、共同墓地の新設、そして農地の造成を行った。農地造成により、以前は不毛の地であった。 この地域でも稲作が行われるようになった。こうした、イ川ダムの保障は、後のダム建設に伴う保障事業のモデルとなり、1973年、昭和48年に成立したダムによる水没保障対策の基本法、水源地域対策特別措置法の源流ともなっている。イ川ダムによって形成された人造湖は、イ川湖と命名された。 総貯水容量1億5000万トンは、大井川水系最大であり、中空重力式ダムとしては、金山ダム、空地川に次ぐ規模の大きさある。伊川湖では、山目濃いマス等の釣りが可能で、伊川湖より、上流の新伊川渓谷では、岩菜やアマゴも釣ることができる。伊川漁業共同組合の管轄であり、入漁量は、年間観察4000円、1日観察1000円、 ダム観察、1日券300円となっており、釣具店で販売している。なお、アマゴの里付近 1km 区間は、キャッチリリース区間となっている。伊川湖は遊覧船が運航しているほか、ダム伊川本村間を、伊川ワ都船という渡し船が運航している。伊川ダム岸には、中部電力の伊川展示館があり、ダムや、水力発電の仕組みや PR を行っている。 大井川電源開発の歴史を貴重な写真で紹介している他2階からはダムを一望することができる。毎年11月には、井川ダム祭りがダム完成より、毎年実施されている。井川神社での神楽奉納や753といった、神事、ダム事業巡職者慰霊祭や井川朝市、農産物品評即売会などが行われ、紅葉の見ごろでもあることから、多くの観光客で賑わう。 また、伊川在住の司会が個人で建立した高さ11メートルの伊川大仏もあり、毎年4月と10月の第4日曜日には伊川大仏霊会が行われる。この大川湖周辺には1994年、平成6年にオープンし、国内外5000冊の絵本が収蔵されている南アルプス絵本の里や静岡県内有数の オートキャンプ場で温泉も備えている南アルプスイカオートキャンプ場も至近距離にある。上流には畑、低第1ダム、畑、低第2ダムもあり、日本唯一の3連続中空重力ダムを見ることができる。そして南アルプス登頂のためのメインルートとして、7月の山開き以降は多くの登山客でも賑わう。イ川ダム、イ川ワ越は大井川鉄道イ川線。 伊川駅下車と保護分、または、静岡鉄道、新静岡駅、JR 東海、静岡駅から静、鉄ジャストラインバス、畑、定第一ダム行で、約2時間の行程である。車では、国道362号より、静岡県道77号川根須又橋線で、長島ダムより拙速橋に沿って、林道を北上するか、同じく国道362号より、 静岡県道60号南アルプス公園線を北上富士見峠を越えると到着する。伊川ダムと一緒に建設された奥泉ダムは伊川ダムの直下流に建設されている。伊川ダム完成の前年1956年に完成した。形式は重力式コンクリートダムで高さは44.5メートルダムに付設する。 奥泉発電所は認可出力8 7キロワットと大井川水系の一般水力発電所の中では最大の出力を誇る。発電所は下流、アプト市城駅の近くの大井川ダム湖畔にある。この奥泉ダムは、拙速橋の深い谷に建設されており、道路からは遥か下にあるため道路からはわずかに、停滞が見えるだけであり。 一般人立ち入り禁止のため車ではダムを至近距離から見ることはできない。唯一、大井川鉄道井川線の車窓からダム全体を見ることができる。井川線に乗車すると奥泉ダムに差し掛かる際にアナウンスが流れ、ダムについての簡単な説明を聞くことができる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。